1965年に設立された F1 コンストラクターマクラーレンは、 F1 の名門フェラーリと肩を並べる強豪チームだ。しかしフェラーリにあってマクラーレンにないものがあった。それは自社製のロードスポーツカーである。そこで開発されたのが奇才ゴードン・マーレーの手がけたマクラーレン F1 だ。この車は公道を走れる F1 として誕生した高性能スポーツカーだが、そのパフォーマンスをアピールするためサーキットにも現れた。マクラーレンがレース仕様モデルである F1GTR を開発し、レース用に供給したからである。フロントにチンスポイラー、リアにウィングが装着された F1GTR は車高がさらに下げられ、車重もノーマルの1134キロから大幅に軽量化されていた。 BMW モータースポーツ社による V 型12気筒エンジンはノーマルの627馬力からさらにチューンアップされ、タイヤは17インチから18インチに台形化、ブレーキにはカーボンディスクが覆られていた。この車が登場した衝撃は凄まじかった。1995年のル・マン24時間では、ヤニック・ダルマス、関谷正則、 JJ レート組のマクラーレン F1GTR が優勝。3位から5位も F1GTR が独占した。また95年、96年のイギリス国内 GT 選手権でも圧倒的な強さで制圧した。 F1GTR は各国の GT レースでも活躍している。全日本 GT 選手権には1996年にデビュー、デビッド・ブラバムとジョン・ニールセンがシリーズチャンピオンとなった。97年にはエアロダイナミクスを向上させたロングテール仕様が登場。その後もプライベートチームから参戦を続け、なんと2003年シーズンまで第一線で戦い続けたのである。